こんなところで釣りしたら楽しそうだな。こんにちは。ねえ。うまくいったぞ。やった、いい魚が釣れたぞ。ありがとう。うん。ああ、
よし、そろそろだな。あれ、あの人は確かランチさんだ。なんであんなところに突っ立っているんだろう。どうしたんですか。あなたは。あ、僕ですよ、ご飯です。え、ご飯さんなんですか。どうしてまたそんな格好を。いろいろありまして、とりあえず正義の味方だと思ってください。まあ、正義の味方さんですか。ところで、ランチさんはここで何を。ああ、そうでした。今困っていることがあって、それでブルマさんに相談しようと思ってここへ来たんですが、ちょうど出かけているみたいで、戻ってくるのを待とうかどうしようかと考えていたところなんです。そうなんですね。だったら僕が相談に乗りましょうか。それは助かります。でもいいんですか。ええ、構いませんよ。僕もブルマさんに用があったんですけど、不在みたいですし。さあ、この正義の味方グレートサイヤマンが何でも解決してみせますよ。まあ、頼もしい。ちょうど正義の味方さんに頼みたいことがあったんです。え？実は私、修行の旅に出られた天津飯さんから畑のお世話を頼まれてたんですが、その畑から化け物が出てきて畑の近くの村を襲い始めちゃったんです。そりゃ大変だ。僕はその化け物を倒せばいいんですね。はい、お願いします。村の場所はここです。わかりました、すぐに向かいます。ランチさんは。そうですね、私はここで。それじゃ行ってきます。アクション。天津飯さん、ランチさんに畑を頼んで修行の旅に出たって言ってたけど、二人は知り合いだったんだな。天津飯さん、そういえばランチさんってくしゃみでちょっと怖い人に変身しちゃうんだっけ。置いてきちゃったけど大丈夫かな。大したことなさそうだな。この辺りだな。化け物がまた来たぞ。助けて。化け物め、どこだ。ぐぐ、やつは確か土に植えた種から出てくる化け物だ。ぐぐ、よくも村を襲ってくれたな、化け物ども。ぐぐ、悪は絶対許せない。グレートサイヤマン参上。決まった。ギュギュッ、正義の力を受けてみろ。ここはお前らのいていい場所じゃない。いやあ、
くも村を、天津飯さんの畑を荒らしたな。よし、これで全部倒したな。ありがとうございます。なんとお礼を言っていいか。当然のことをしたまでですよ。バケモンはどこだ。ランチさん、化け物なら僕が全部やっつけちゃいましたけど。何？遅かったか。俺も奴らをぶちのめしてやろうと思ったのによ。そんな危ないですよ。昔ヤムチャさんだってあいつにやられたことがあったんですから。へっしゅ、しょうがね。とりあえず迷惑かけちまったみてえだな。僕は大丈夫ですけど、襲われた村には被害が出てると思います。ええ、あの化け物が村の食料庫や店を壊してしまって。あ、そういえばあの化け物を倒した時野菜を手に入れたんですが。そいつは天津飯の畑で採れた野菜だな。ちょっと待っててくれ。あら、ここはどこかしら。ランチさん、まあ、美味しそうなお野菜ですわね。よろしかったらそのお野菜で皆さんにお食事を作らせていただきたいんですけど、いかがでしょうか。そりゃ助かるよ。私たちは壊された建物を直さなきゃいけないしね。それでは天津飯さんの畑からもっとお野菜を取ってきますね。ご飯さんも手伝ってもらえますか。ええ、もちろんです。あと僕はご飯ではなくグレートサイヤマンです。あら、そうでしたわね。いやあんたの料理とってもうまかったよ。野菜もとても新鮮だったしね。お店に出してもいいくらいですよ。ランチさん、本当に美味しいです。そこまで喜んでいただけるなんて。天津飯さんの美味しいお野菜で作ったお料理をみんなに食べてもらうお店。はい、いいと思います。もう一人の私と相談してみようかしら。それはまた今度で。僕そろそろ行きますね。ええ、いろいろとありがとうございました。グレートサイヤマンさん。そろそろブルマさんも戻ってきてるかな。カプセルコーポレーションに行ってみよう。ブルマさんいるかな。おう、ごはんさん、いらっしゃい。ママに用事。そうなんだ。ブルマさんいるかな。うん、いるよ。入って。するんだ、今度の天下一武道会。なんで。実は
クラスメートにミスターサタンの娘さんがいまして。ミスターサタン？ミスターサタンってセルと戦った時ちょろちょろと邪魔してたやつでしょ。格闘技世界チャンピオンのその娘がクラスメートなんだ。え、でも結構いい子なんですよ。僕と一緒で悪いやつは放っておけないタイプで。でもその子に僕の変身がバレちゃったんです。で、一緒に天下一武道会に出場しないと正体をバラすって言われて。ドジね。そういうとこしっかりしてるようでもお父さんの血を受け継いでんのね。で、何？声も変えられるようにヘルメットを改造してほしいわけ？いえ、そうじゃなくて、天下一武道会ではヘルメットとかプロテクターなどの装備はつけてちゃダメらしいんですよ。だからこのヘルメットの代わりになるものが何かないかなと思いまして。ふんふん、要するにダメージをうんと減らしちゃうようなものをつけてちゃダメってことね。のってことないじゃない。ご飯くんだってバレなきゃいいんでしょ。お、なるほど、こんな簡単なことでよかったんだ。どう、トランクス君、かっこいいだろう。ノーコメント。でもさ、どんなに手を抜いてもぶっちぎりで優勝するのが分かってちゃつまんないわよね。そいつはどうかな。そのなんとかって大会、貴様が出るなら俺も出る。え？あの時は大きな力の差があった。だが今はどうかな。貴様が平和に浮かれている間も俺はトレーニングを続けていた。あ、そう、全然働かないのよこの人。あんたのお父さんと一緒、サイヤ人って働かないのかしら。すごいや、お父さんとご飯さんが戦うの。オラも出るぞ。お父さんの声だ。お父さん、そうでしょ。カカロット、そうだ、久しぶりだな。みんな、今あの世から海王様を通して話してんだけど、ちゃんと聞こえてるみてえだな。お元気でしたか、お父さん。お、あ、まあ元気といや元気だったかな。死んでるけど。本当に、本当に天下一武道会に来られる。もう占いババに頼んでたった一日だけ戻れる日はその日にする。ご飯もベジータも出んだろ。オラも出るさ。やったー。誰？バターイ。楽しみにしているぞ。覚悟しておけ、俺は随分腕を上げた。オラもだベジータ。じゃあみんな、天下一武道会で会おうぜ。よかったわねご飯くん。早くお母さんやゴテンくんやクリリンくんたちに伝えてあげなきゃ。はい。いいぞ、面白くなってきた。そうだ、ベジータさんも正体がバレないようにこういうコスチュームを着なければ。着るか、俺は別にバレても構わん。じゃあ僕みんなに教えてきます。よ、こんにちは。ねえ、
したことなさそうだな。
覗いていこうかな。あの、へっ、ええ、わかった。あの、あれ、いやあ、へっ、はあ、わかった。はれま、よし、うん、すまんな。はい、これでよし。よっ、あの、うん、すまんな。うん、いやいや、あ、へ、ありがとう。あ、わかった、ありがとう。いえ、うん、はい、いいもの見つけちゃった。おりゃ、
ちょっと。ちょっと。ダメダメ。いい。サイヤマンだ。はあ。いいよ。ありがとう。いえ。はーい。ねえ。はーい。ねえ。え。どうなの？へえ。いえ、その。え、まあ。ねえ。お、すっごいパワーだ。これは特別美味しそうだな。あの、ねえ。そうよ。見ようか。こんなもんです。うん。順調順調。気を緩めないようにしないと。気を緩めないようにしないと。
緩めないようにしないと。自然ってすごいな。気を緩めないようにしないと。よし、いい感じだな。よいしょ。そうよ。ねえ。ねえ、ねえ、よう。はーい。うん。なに？あの、まあ、いいぜ。え？一発も撃たせやしないぜ。ねえ、いえ、ちょっと、その、なんなのよ。はい。ねえ、え、どうなの？なんなのよ。